清原武則は平安時代中期の武将。出羽の豪族、兵部、大輔清原光頬の子。官位は鎮守不将軍従五位下。清原氏は出羽の有力な豪族であった。11世紀中は、道の区国の豪族である安倍氏と陸守との間に争いが始まる。これは前九年の役と呼ばれるが、この時、途中から陸守となった。 源の寄は単独では、安倍氏を倒すことができず、安倍氏以外の不襲系の豪族を味方につけることで、安倍氏に対抗していった。竹範の妻の一人は、安倍氏で竹平らの母であり、また安倍頼時の制裁で胸等の母である女性は、清原氏であった。だが頼地は、安倍氏と並ぶ強大な勢力を持つ清原氏に、再三、協力を依頼し続け、ついに、 清原氏は重い腰を上げて参戦を決意。当主の光以来は弟の武則を総大将として道の国派遣した。現氏軍を遥かにしのぐ大軍の清原氏の参戦により、頼地はようやく安倍氏と互角以上の戦力を手にすることとなった。武則の協力によって安倍佐党は捕らえられ安倍氏は滅亡した。この行により武則は 十五位下鎮熟将軍に部任された。これは、蝦夷の流れを汲む復讐では、初めてのことであった。こうしてではのみならず、道の国も、勢力を持った清原氏は繁栄の時を迎えた。なお、竹則の本拠地は、全9年の役の頃、金沢作であったという説がある。ウィキメディアコモンズには、清原竹則に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。